どうも、ヒロです。ハダースフィールドタウンキャリア続きやっていきます。で、今回は18位のバンズリー戦やっていきます。で、前回はミドルスブラ戦ですね。アマジュンの、終了間際のゴールで勝ち越して、まあ勝ち越してかな、逆転かな、まあ勝ち越してね、勝つことができて勝ち点50にまで伸ばしてます。で、今回はね、アマジュンは、前回と一緒でベンチスタートで。で、トップマクバニーですね。で、ヌメチャ。で、前回ゴール決めたコベントリーですね。で、フィールド、オックス、トッフォロ、シンプソン、ホック、サルペイ、ウィルソン。で、久々カピーノ使います。で、ベンチがブラックマン、ブロックモン、イター、デレバシフ、カデ、アマジュン。で、ローズで。やっていきます。ちょっとね、相手が相手なので、控え中心でやっていこうかなと思いますね。グレイが14ゴールか。ウブゴが12。ウグボね、使ってもっていうか体力が減ってるのか。まあこういう時に、違う選手使ってあげないと、ずっとね、ウグボが出て不満が溜まっちゃうんでね。なので、まあ、今回はお休みでいいかなと思います。じゃあ、試合やっていきますかね。ボールを戻しておかないとダメですね。よーし。やっていきますか。おー、なんか久々に4バック見たな。5バックしか見てなかった気がするから。あのトップのウッドローがね、案外ね、点決めたりするんでね、ちょっと嫌ですね。あ、そうか、ベンソンいんのか。あ、あとクイナもいるな。なるほどね。あ、あとゴールキーパーコリンズですか。こういうが3人いますね。スタメンにね。バーンズリーは、3部に降格したんじゃなかったかな。確か。バーンズリーとダービーと、あとピーターバラ。の3チームが落ちたんかな。リーグワンにね。で、リーグワンからサンダーランド、ロザラム、ウィガンが上がってきたんですかね。で、3部から4部は4チーム落ちるんだったかな。で、4チーム上がるんだったかな。4部からね。結構厳しいよね。いやー、降格はね、嫌ですね。なんか全てをね、また1からって感じがしちゃうからね。まあ、このままうまくいけば来シーズンプレミアリーグで戦うんですけども、落ちないようにね、頑張らないと。この戦力でいったら確実に落ちるんで、上がった場合はね、もう大型補強ですよ。お金が、うまく使いながらね。いやー、それまでに、まあ能力ある程度上がっといてほしいですね、若手はね。なので、積極的に使っていきたいと思います。では、試合ね、やっていきまーす。はい、じゃあやっていきまーす。なんか早々に点決めたいな。1点早めに取れたらだいぶ。ボールはキープできそうやけど、すごい守備を固められそうな。Well, away from home, their ability to create chances and score goals has been fantastic.But it's the speed of their counter-attack that's been key to their success. Oh, yeah, they've been unstoppable at times this season. Right, something has happened at the Cayenne Foundation Stadium. Alex Scott. Oosh. Goal for Stoke City. It's now 1-0 with 6 minutes played.
こういうミスがさあるからさ、マジで。おー、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、ナイスですね、いいですね、バンズリー。でも最後のとこ崩されなければ大丈夫じゃないかなと思うんやけど。おう、ああ、ちょっとボールが、おお、トッフォローが上がってきてた。それはまずいな。ああ、いいですね、シンプソン、ナイスですね。ノールックやったよ。うわー、いい感じで上がってたけどな、ちょっとシュートが甘かったな。コベントリーこのまま活躍してもらってチームの顔になれば面白いですけどね。大抜擢だってこれ。よし、オッケー、今のは良かった。いや、まあマクバーニー点決めてるところにあれですけども、まあ、コベントリはね、キュイザンスとかあとムボムがいる中でスタメン張ってますからね、素晴らしいですね。ああ、止めれそうだったな今な、コリンズな、止めれそうだったな。ほら、止め、ああ、触ってるのに入っちゃったんですね。これはキーパーが悔しいやつですね。いつも思うけど、たまに怒ってるよな。ゴール決めた時なんか知らんけど。なんだろうな、顔なんかな。たまに怒ってるよな。デラベラ。ちょっと待って。ドミンゴス・キーナ。いやー、切り替わりが。彼キャプテンか。4番か。中盤。中盤なので、なんか真ん中っぽい気するけど。おお、おうっ、あぶね。ちょっと待ってよ、喋る余裕がないぞ。よしよし、オッケー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 。いやー、ちょっとディフェンスラインで回そう。いやー、ちょっと危なかったねー。いやー、カピーノがうまくセーブしてくれたから失点しなかったけど、危なかったー。おう、コーナーですね。オッケー。オクスはあれですね、最初のインパクトがでかかっただけに、そのあとシリーズ棒を見的な感じになってますね。もったいない。重なってしまった。悪くはないんやけどな。おお、マジか。パーマー。 Well, they want that equalizer, but the passing remains smooth.
危ない。危なかったね、今ね。あのまま入ると思ったね。キーパー様々ですけど。怒っとるね。アフロホーか。ちょ、待って。危ない。ナイス。いやー、ちょっとね、ブラックマンにスタメン奪われてましたからね。痛い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 。ちょっとここでクリーンシートでもしてね、もう一回俺がってとこを見せてくれたらもうね、そらーって感じですけどね。おー、マジか。ちょっとボールハネ好きちゃうちょっとボールハネ好きちゃうあー、危ねえ。これ2分か。Well, they must exercise caution standing off as they are. Yeah, well, not to have it covered. ここでもう1点取って突き放しとけば、バーンズリーの勢いが少しだけでもね、減るかなって感じなんですけど。なるかな。あ、なったね。うん、ちょっと厳しそうな感じがするな。よく無失点で抑えたけど。はい、後半やっていきまーす。いやー、ちょっと前半は。お、いいよ、ナイスナイス。ね、バンズリーの勢いがついてきて、ちょっと押され気味でしたけど、痛い痛い。切り替わってくれなかったよ、うまく。コメントリー案外でかいんかな。あ、ナイス。あー、やべ、痛い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 。あ、やべ、ちょっと待って。ナイス、危なかった。あ、いいよ、見えてる見えてる。 OKOK。 何なんだろうな、なんかめっちゃ下位チームのサッカーしてるみたいな試合っぽいわ。なんかその綺麗さが全くないわ。まずいな。おー、ナイス。ちょっとミスが多いな。あー、ボールを持って、いやー、ボールがちょっと流れすぎたな、前に。
あぶねえ。キーパー意味わからん動き方したけど、何今の。前にジャンプしたけど、空飛ぶんかなと思った一瞬。大丈夫か。危ない、ナイス。助かった今のは。これは1点差勝負っぽいな。アマジュンにパスして、でアマジュン、いや通るかな。あ、取った取った。オッケーオッケー。オッケー。いやもうゆっくり行こう。あんまり慌ててまたボール失うよりは、時間を使いながら。おお、いいシュートだったけどな。And a change to the scoreline in the Fulham game. Alex Scott can tell us more. Yep, it's a second goal for Bournemouth. It's now 2-1 with 69 minutes played. Thanks as always to Alex Scott. Well, the players should be inspired by this. The crowd have really got behind them today. How can he take them on? Queen of Angai. I get nice. But a good piece of defending to bring it to an end. They've got it now. もしかやばいなこれ。おお、おお、ちょい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 、危ねえ。ああ、よかった。ええー。何やってんの、マジで。なんであんな感じになんのよ。よし、OK。ちょっと選手交代しよう。しようっつっても、切れてないから全然できないけど。ちょっと待てよ。デリバシフを入れようか。で、マクバーニに変えてローズルよ。いや、カで入れよう。ここは。うん。カで使おうか。よし。1点差と見て、まあ、マクバーニほぼほぼキープもあんまできてないし、この試合あんまりね活躍。惜しいな。うん、キープできないな、マクバーニーがな。体寄せられてすぐにボール失ってんな。てか、選手交代できるこれ。ちょっと待って、なんで？あ、いける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 、頑張れ。浮いた、くそ。いやー、ここで選手交代か。もうちょっと早くはよかったな。ちょっと遅すぎるな、この交代は。惜しい。一瞬可能性を感じたぞ。今の入っとったらすごいけど。
おお、オッケーオッケー。いやなんかなんだろうな、もうちょっといけたんちゃうかなって感じやけどな。うまくでもまあクリーンシートですからね。うん、カピーノが良かったですね。一瞬空飛んでましたけど、はい、カピーノの活躍かな、もう。で、ね、勝てましたけども。あれ、カピーノが、ビッグセーブというか、調子良くなかったら、結構やばかったんちゃうかなと思ってますけどね。いやー。なんだかんだ助かりましたね。カピーノ使ってよかったなって感じですね。あれ、ブラックマンだったらもしかしたら失点してるかもしれないね。うん。いやー、カピーノ様様。いや、カピーノこれクリーンシート豪華。まあまあいいんじゃないですか？うん。このチームの感じやったら、クリーンシート5は立派なもんだと思いますね。もうちょっと伸ばせるかもしれないけど、まあ贅沢は言えないからね。うん。ホックが一番試合出てんのかな？あ、やっぱり出てるね。リーグ戦に10試合出てるもんね。うん。はい。じゃあ、今回はこれぐらいで終わろうかな。次回は、ノッティンガム・フォレストですね。戦やっていきます。昇格プレイオフ戦った相手ですね。いやー、ゲーム内ですけど、まあリーグ戦ですけどね、リベンジしたいですね。はい。で、次、その次が、補強になるかな。もう1月はね、補強の動画を、どうだろう。1本しか撮れんかな。1本ぐらいだと思いますけど、うん。2本分撮るほどお金が多分ないんで、うん。多分選手もね、売れないと思うんですよね。なので、まあそんな感じでやっていきたいと思います。では今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。